ボビー・ロバート・タイヤー・ジョーンズ・ジュニアは、アメリカ合衆国ジョージア州アトランタ市生まれのゴルファー、弁護士。ボビー・ジョーンズ14歳の頃その自精神に富む、プレータイ態度から、玉木を、ヒッコリー・シャフト時代の最も偉大な選手の一人で、あることから、木のシャフトの伝説と呼ばれたゴルフ史を代表するゴルファー。彼は、修正、アマチュアを貫いたことでも有名である。 1921年6月、19歳で、全英オープン、エデンコース、本戦、オールドコースに初挑戦して、強風の本戦第3ラウンドに、最初の9ホールだけで10オーバーの46を叩き、10番ホールも、ダブルボギー、11番ホールもティーショットをバンカーに入れ、脱出に3打で4オン、ダブルボギーパッドも外して、呆然自失、6打目のパッドを打たずに危険した。 これを、ジョーンズは、修正、痛恨の記憶とした。1925年の第29回、全米オープンでは、初日の第1ラウンド11番ホールで、ジョーンズは、アドレスの際、ラフにあったボールが動いたと申告し、自らに一打罰を課した。同伴プレイヤーのウォルターヘーゲンは、誰も見ていないので、ペナルティは、必要ないと進言したが、ジョーンズは、 銀行で金を盗まなかったからといって誰も褒めない。ゴルファーとして当然の行為であると聞き入れなかった。この一打で最終的にはウィリー・マク・ファーレントのプレイオフとなり、一度目の18ホールのプレイオフでは決着がつかず、二度目のプレイオフの最終18番ホールでボギータイパーの一打差で敗れた。 アマチュアでありながら実力はプロを上回るほどで1930年28歳の時に当時の世界4大タイトルを全英アマ、全英オープン、全米オープン及び全米アマの順に優勝し年間グランドスラムを達成した。スポーツ界においてグランドスラムという言葉が用いられたのはこれが最初とされる。6月20日 全英オープン最終日のジョーン,ンズは不調であったが、16番ホールのグリーン手前のバンカーからの第3打で、ホートン・スミスから譲り受けたフェース面が、大面のウェッジを、生涯ただ一度試合で使用して、ピンそばにインチに寄せて、バーディを奪って、優勝争いに残り、この日75を叩くも、2グループに2打差の通算291、3オーバーパーで優勝した。同年、 全米アマチュア最高の賞である第1回ジェームス・サリバン賞を受賞し年間グランドスラム達成の7週間後28歳で競技生活から引退した1923年に有名なカラミ・ティ・ジェーンという名の L 字型パターを手に入れ初のメジャータイトルである全米オープンを制した大会前のジョーンズはショット、パットが共に不調で 大会の一週間前に、コーチのスチュアート・メイドンに連れられ、ナッソーカントリークラブに立ち寄った。ラウンド後、練習グリーンにいたジョーンズに、スチュアートの兄であり、このゴルフ場所属のプロであるジム・メイドンが自分で制作した、ヒッコリーシャフトの中央部3カ所に、テープが巻かれているパターを手渡した。ジョーンズが打ってみると、 実によく入り、早速借用して、翌週の全米オープンに勝利した。翌年、ジョーンズはシャフトにテープを巻いた、同じ型のものを作らせ、それを1930年の年間グランドスラムまで愛用、さらに六本道系のコピーを発注した。ジムメイドンは、自分で作ったクラブには必ず名前をつけた。カラミティはゴルフしかロバート・ブラウニングの著作。 ヒストリー・オブ・ゴルフ中の分、ショートパッドを外した時は最悪のカラミティであり、ロングパッドを成功させるとカラミティから最も離れる、から採用。ジェーンは、西部開拓時代の射撃の名手として知られたヒロインの名前であった。シャフト中央部のテープは、シャフトに、ひびが入っていたのを修繕するためのものであった。ジョーンズは、全英オープンに、K4 度挑戦したが、 カラミティジェーンを入手してからは参戦全勝であったは3つのコースで開催され24歳のジョーンズはサニングデールゴルフクラブのオールドコースで参加前半18ホールは33ショット33パットアウト33イン33の66を記録後半18ホールは68で回って首位突破本戦は 前園初開催のロイヤルリザムセントアンズで72727374の291で2位に2打差で、英国メジャー初優勝。1927年は、危険から6年後のセントアンドルーズで予選76の71、本戦68727372の285で2位グループに6打差で、全英オープンに連覇を達成したが、1955年に、 ピーター・トムソンが281で優勝して、更新するまで4日間通算の全英オープンコースレコードであった。1930年は年間グランドスラムの2勝目であり、前述。1930年の全英オープン後、米国へ帰国する際、ジョーンズはカラミティ・ジェーンも入っていたゴルフバッグをロンドンのホテルに置き忘れたが、翌日に、 米国への帰路に就く宿泊客に依頼して無事ジョーンズの手元に戻った。ジョーンズのクラブのヒッコリーシャフトは1000本以上から厳選されたものであり、このセットを失っていたら年間グランドスラムはありえなかったであろう。引退後もゴルフに関わり、弁護士業務の傍らにマスターズトーナメントの創設やそのマスターズが開催されるオーガスタナショナルゴルフクラブのコース設計にも 携わった。ジョーンズの設計思想は、バンカーは30個足らずと少なくし、フェアウェイも、普通のコースの倍近く、広く、ラフも浅く、ロングホールはコーダを2回続ければ、グリーンに乗るように設計するというものであった。競技ゴルフの使用クラブ数の決定にも関与した。例えば、1934年、1935年に、全英アマと全米アマを、 連続制覇したローソンリトルは31本使用し、これに対しイギリス人キャディが重すぎるとクレームして、クラブの本数制限の議論が活発化した。これに対し、1936年ウォーカーカップが開催されたパインバレーゴルフクラブの駐車場のロールスロイス車中で、ジョーンズとトニー・トーランスが会談した。ジョーンズが年間グランドスラム時に使用したクラブの 本数は16本、トーランスが1試合で使用したクラブの本数は最多12本で、ジョーンズが中間を取って14本にしようと、トーランスに告げ、トーランスがそれを R&A ルール委員長のロバート・ハリスに伝え、これが1939年制定の規定へ繋がったという。また、競技ゴルフを止めて6年ほど経ち、 セントアンドルーズでプライベートに友人とプレーをしている時にそれを聞きつけた近所の住民2000人ほどが彼を一目見ようとコースに集まってきたというエピソードがある。1958年10月9日のスピーチではセントアンドルーズのコースを学べば学ぶほどこのコースをより深く愛するようになった。そして愛すれば愛するほどより多くのことを学んだ。 セントアンドルーズでの経験さえあれば、たとえ生涯で得た他のすべてのものを失っても、私の人生は本当に満たされていると語っている。1948年に、脊髄空洞症の診断を受け、車椅子の利用を余儀なくされていたが、1971年没。ボビーの没後、1974年に、世界ゴルフ伝道が設立された。ボビーは、 最初に、殿堂入りした、名選手の一人に数えられる。ありがとうございます。